ナイロメーターはナイル川の透明さや毎年の洪水が起こる季節にナイル川の水位を測定する手段だった。6月から9月の間、エジプトを流れるナイル川は堤防から溢れ出て隣接する氾濫源を浸水させていた。9月から10月にかけて水量が減少するとき、川は高地に肥沃な黒い沈泥であるお奇跡層を残していった。期エジプト語では、 アヘッドは古代エジプト人が一年を三つに分けた季節の一つだった。エジプト文明への毎年の洪水の重要性について説明するのは難しい。適度な洪水は農業をするのに適していたが、正常ではなく洪水があまり起こらない年には基金を引き起こした。また規模が大きい場合には川から離れた氾濫源に建てられた建築物の多くを流出させ、被害は 甚大だった。ファラオの時代からの記録の平均では、5年に1年は規模が例年よりも大きい洪水や規模の小さい洪水が発生した。次の洪水の規模を予測する能力は、古代エジプトの聖職者の神秘性の一つだった。その年の洪水の規模は、税の重さを決定する際に知る必要があったため、同じ技術はさらに、政治上、管理上の役割を果たした。これは、 生殖者が川の日々の水位を測定し、夏の洪水の発生を発表し、ナイロメーターを使用し始めた場所である。最もシンプルなナイロメーターのデザインは、水の深さを示す印のついた感覚とともに、川の水域に沈められた垂直な棒である。成功で華麗な石像建築に収容されていたとは、いえ、この単純な設計は、今でも、回路のローダ島で見ることができる。 アッパース朝カリフのムタワッキルがナイロメーターの建築を命じたのは紀元861年でかなり後のことであり、シリアの聖教徒の総主教830年のテルメイアのディオニュシオスによる初期の見本の跡地に建てられた。円錐系の建築はカイロのナイル川に浮かぶローダ島南端のナイロメーターを覆っている。この建築は近代的だがナイロメーターは 期限861年から存在するエレファンティネ島のナイロメーター2番目のナイロメーターのデザインには壁に沿った深さの印とともに水面下まで続く階段がある。この種で最もよく知られている例はアスワンのエレファンティネ島で見ることができる。さらにエジプトの歴史上ではエレファンティネ島がエジプトの南側の国境に面しており毎年洪水が襲った 最初の場所であったので、この位置は特に重要であった。最も成功なデザインには、貸しから出発し、井戸、タンク、貯水池まで水を供給した水路しばしば相当な距離を流れたが含まれていた。これらのナイロメーターの井戸は、聖職者や支配者のみが入ることができた寺院の領域内に最も多くある。深く、円筒型で、水路の穴が取り囲んでいる壁にある。 特に素晴らしい例は、アスワンの北のコムオンボ神殿で見ることができる。ナイロメーターはファラオの時代から使用されていたが、その後もエジプトで支配力を持った文明で使用され続けた。20世紀になると、ナイル川の毎年の洪水は、細かく調査され、アスワンダムの建造とともに、完全に姿を消した。アスワンハイダムのエジプトとその農業への影響は、複雑な理由で、 論争の的となっているが、これにはナイロメーターを旧式とした補足的な理由もあった。ありがとうございます。